こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は群馬県公立高校後期選抜、英語の長文についてお話をしてみようと思います。今日お話しするのは、資格の6番の長文のお話です。群馬の資格の6番は、まあ、長文と言ったんですけれども、会話文が出題をされています。で、これは、ちょっと、まあ、資格の5番と比べると長いんですが、2019年の時は22行、2018年の時は25行、2017年の時は20行、まあ、このぐらいの量の会話文です。で、問題数は4問、5問といったところなんですけれども、まあ、配点も15点から、まあ、20点ぐらいかなと。いったところになります。で、内容は、まあ、本当に対話文なんですけれども、ここで聞かれることっていうのがですね、括弧の1番は ABCD というふうな感じで、まあ、対話文の中にこう穴があるんですね。で、そこに当てはまる文を選びなさいという問題です。はい。なので A に入るものはどれですか？1、2、3、4みたいな感じにあって、この中から1つ選ぶとか、そのような形ですね。で、括弧の2番で出題されるのは、内容と合うものを2つ選びなさいというような問題。これが去年と一昨年出ている問題ですね。本文の内容と合うものを2つ選びなさいです。で、その前の年は、本文の流れに合うように英文を作りなさいというような問題で英作文が必要でした。今の問題からわかるように、すべて本文の流れに合うようになんです。ということは、長文で文法力だ、英作力だっていうことではなくて、長文をしっかり正確に読むことが必要なんですね。それができないことには、流れに沿った答えを作るのはできないですよね。はい。ですので、長文を読む練習というのは本当にしっかりしていただきたいと思います。それさえできれば、ここの6番は点数になります。で、そのためにね、例えば、単語がわかんないから、文が読めませんとかっていうことではなくて、単語がわかんなかったら、まあ、前後の流れから、類推して、まあ、多分こんなことだろうっていうような感じで、まあ、類推しながら読んでいくっていうのも、一つ長文を読んでいく力にはなります。ただ、ね、単語が分かんない単語があまりに多かったら類推もできないよっていうふうになってきてしまいますので、やっぱり単語量は必要です。単語が分かる、文法が分かる、これができた方が圧倒的に文は読みやすいです。ですので、いっぺんに全部たくさん覚えるぞっていうことでなくてもいいと思うんです。少しずつでもいいんで、今からでも単語というのは増やしていった方がいいというふうに考えています。はい。では今日は群馬県公立高校後期選抜、英語の資格6番の会話文についてお話をいたしました。ありがとうございました。